はい、どうもこんにちは。今回はエンピリアンの基礎ですね。コミュニティ全体で何十億っていうフラクタリンを捧げることで解放されていくイベントとなります。で、以前フラクタリン5000個集めておいた方がいいよっていう動画作ってましたが、まあエンピリアンの基礎イベントでタワーオベリスクに捧げられるようになり、5000個捧げることで、エンブレムがもらえる勝利の道のりも完了しました。で、このエンピリアンの基礎、これから始める人用に軽く説明すると、初めに明るい未来というクエストを完了させることになります。で、ちょっと待って、またクエストかよ、めんどくさいよ、もういいよ、もうエペクスやろうって思ったそこのあなた、クエスト過程は簡単ものとなってます。少々お付き合いください。で、まず初めにセイント14からクエストを受注します。で、普通でも伝説でもいいので3ダイヤルでイノタムを倒すことになります。で、オーブを30個回収。これはマスターワーク化したメイン武器で火星のセクターの敵を、倒すのが、まあ、比較的効率いいかなと思います。お手軽でおすすめです。で、4番目、オーブを集めたことでタワーのオベリスクにコアを注ぐことになるんですが、まあ、このタイミングで、フラクタリンが毎週もらえるようになります。で、多分大体の人が受け取ってると思うんですけど、まだ受け取らない方がいいかもしれません、これから始める人は。で、とりあえず次に進みます。まあ、と言ってもこれで最後なんですが、最後にオシリスに話しかけると完了。はい、これでクエストの紹介は以上です。で、このフラクタリン、タワーのオベリスクの強振パワーに応じて毎週もらえるものなんですが、強振パワーについては、各惑星のオベリスクの強振ランクを1上げるごとにパワーが100増える仕組みになってます。で、話を戻します。強振パワーに応じてもらえるフラクタリンが決まるんですが、まあ、これは週の更新タイミングで数が確定するんではなくて、もらう時のタイミング、もらう時の強振パワーに応じて決まります。なので極端に言えば週更新のギリギリまで、各惑星のオベリスクで強振ランクを上げ続けてから受け取ればその分多くもらえるっていう感じです。で、またそれを翌週同じことを繰り返すとさらに多くもらえるっていう風に、もらえる量に差が出てくるので、もう多めにもらいたい人は、更新前の取り忘れに注意はしなければいけないんですけど、まあ、少し気にしてみてください。で、またフラクタリンを捧げることでコミュニティイベントに貢献するっていうだけではなくて、まあ、しっかりお得な要素もあります。それが時間超越武器バウンティーですね。まあ、普段ならまあバウンティーなので、まあ、この武器で何十キルしろとかいろいろしないと達成できない仕組みなんですが、タワーのオベリスクにフラクタリンを1回捧げることで時間超越武器バウンティーが 25% 自動的に進行します。なので一度に受け取れるバウンティーが最大で4つ、今パーフェクトパラドックスだけならなぜか7つですね。受け取ってからフラクタリンを4回捧げたら全部の武器バウンティーが一気に終わります。まあ、消化させれば武器掘りはできるし、経験値も多めにもらえるしで、まあ、エヴァおばちゃんのお菓子バウンティーよりも多く経験値ファーミングができるので、だいぶ旨味がある内容だと思います。まあ、パワー値を上げたい人はこのタイミングでパワー上げを狙うのと、あとついでにエンピリアンの基礎の解放に参加してみてください。といった感じで今回の紹介は以上となります。まあ、エンピリアンの基礎クルシブ枠にあるのと、まあ、解放までに7段階あるので、まあ、噂がささやかれてますが、まあ、自分も何が来るのか、まあ、楽しみにしながら無心でフラクタリンを捧げまくろうと思います。ではまた。